貴様が右手に持っているものは何だ？皆さんこんにちは。今回はスイートポテトパンを作ります。冒頭でも書きましたが、お芋が主役の菓子パンになります。今回の生地練りは時間にして8分くらい。硬さは柔らかめになります。今回のパンは生地以外にも若干作業があります。芋を蒸したり、アイシングを作ったりと、わちゃわちゃ作業します。柔らかい生地になるので手によく引っつきますが、気にせず練り込みます。練り込みが終わったら、一時発酵で25分ほど休ませます。一時発酵中に芋をふかします。砂糖大さじ2、塩少々、水 100cc を加えて500ワットで7から8分ほどチンします。電子レンジはあると作業の簡略化ができるので、大変便利です。チンが終わったらザルで水を切ります。この時の水分は取っておいてください。後でアイシングに使用します。芋が準備できたら、卵大さじ1、蜂蜜大さじ1、バター 10g を練り合わせます。あまり甘さが過ぎると感じる人は砂糖を少なくしてもいいかもしれません。お芋が甘いのでそれでも十分かもしれませんね。粘度は動画くらいです。柔らかすぎはダメです。これは細切れにした芋です。こっちも電子レンジをしています。生はダメです。ここまで作業したら一時発酵も終わった生地の成形に入ります。長方形に生地を伸ばします。ロールして切り分けるのでその作業がしやすい厚さに広げます。生地を広げたらシナモンシュガーを適量振りかけます。このあたりは完全に好みですが、甘いのが好きな方は多め、抑えたい人は少なめがいいと思います。シナモンシュガーをかけたら先ほど作った芋のペーストを塗り広げます。特に注意点はありませんが、均一に広げてください。芋ペーストを広げたら、細切りの芋をまぶします。これも適当にいい感じにばらけるようにしてください。芋以外にも味的に合う食材なら入れても面白いと思います。まぶし終わったら、生地をロールケーキのように丸めます。特に注意点はありません。ただあまり力を入れて潰すように巻くと芋が溢れますので気をつけてください。ロールが終わったら切り分けて焼く準備です。分量によって個数は変わりますが、大きさが同じくらいになるように切り分けてください。カットしたら動画のように中の部分が上を向くようにセットします。ここまでできたら二次発酵に入ります。時間は25分ほどになります。室温が低いと発酵が始まらなかったり、遅かったりしますのでこれからの季節は暖房を使ったりすることもあります。二次発酵が終わったら、照りを出すために卵を塗ります。卵が塗り終わったら、190度で14分ほど焼きます。まだ仕上げ前ですので、もう一度後で焼きます。焼いている間にアイシングを作ります。水切りした時に取っておいた水を砂糖に混ぜて練っていきます。砂糖は大さじ3杯です。硬さは動画を参考にしてください。柔らかすぎず、伸ばしづらくならない程度を目安にするといいかと思います。一時焼きが終わったら、先ほど作ったアイシングをパンの上に塗ります。塗るというよりはかけていくといった感じですね。あまり多いとすごく甘くなるので量は注意してください。アイシングをかけ終わったら、再度焼きます。今度は200度で2分ほど焼きを入れます。特に問題もなく無事完成。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴をお待ちしてます。